はじめましての方も、二度目まして以上の方も、おつまわり、かしまわりでございます。はい、本日はですね、少々感化できないというか、一サッカーファンとして、少し、こう、触れておかなければならないところになってきてしまうのかな、というふうに思うところでございます。そこの一つのところの話題なんですけれども、はい。町田ゼルビアですね。まあもちろんね、ネット上ですとか、まああのニュース等とかでも、目にしているかと思いますけれども、町田ゼルビアが、町田 FC 町田東京というところにね、名前を変えていきますよと。まあサイバーエージェントさんが、まあ出資をするということの中で、まあその項目が入ってましたよなんていうことで、少々話題になっております。で、まあ、その、是か非か、まあ、それを賛否というところで話をするのではなくって、ま、一つ、どういった形が、本当は望ましいのか、なんていうところっていうのを、少し考察したいというか、まあ、考えていきたいというか、貸し回りの考えっていうのを少し聞いてもらえたらいいかなというふうに思います。無編集でこのまま、いきますので、ま、投資でよろしくお願いいたします。はい。ではね、ちょっと早速行きましょう。はい。まあ、町田ゼルビアがね、FC 町田東京へということで名前が変わっていきますよというような発表が、まあ先日ありました。YouTube ライブの方でもね、町田ゼルビアさんの方から、その、まあ、サポーターミーティングのところで、きっちりと、すべてそのまんま、まあ、そっくりそのまんま、映像として残っておりますので、もしよろしければ、ご興味のある方は見ていただければ良いのかなというふうに思います。はい。で、まあ、この名前を変える経緯のところだったんですけれども、まあ、その、藤田社長がおっしゃられていた内容っていうのは、まずこの東京という名前、これをつけることによって、まあ、その新しいブランディングをしていくよというようなところの部分が一点っていうところと、まあ、ちょっとね、ゼルビアという名前が伝わりづらいのではないか、知ってもらえないのではないかっていうところの部分っていうところですかね。まあ、その辺のところが、ま、名前を変えるところということで挙げられておりました。で、まあ、そこのところについて少し考えていきたいなというふうに思うんですけれども、うん。例えば、これが、まあ、SC 町田東京ってなってるんですけど、これがじゃあ分かりやすい名前なのかどうなのかっていうところが一点、まあ、疑問に思っている方々もいらっしゃるというふうに思います。で、その分かりやすいっていうところっていうのが、どこに向いて、まあ、分かりやすいっていうところになっているのかっていうところなんですが、おそらく、新規層ですね。新規に、この町田ゼルビア、今の現、町田ゼルビアを応援する方々に対して、これから応援していこうっていう方々に対して、どれだけの訴求になっていくのかっていうところは気になる点かと思うんですね。で、その際のことを考えたときに、例えば、町田って入れたときに、まあ、町田は出てきますよね。で、FC 町田東京で東京って入れると FC 東京さんも出てくるし、東京ヴェルディさんも出てくるわけで。そうしてくると、そこのところに便乗する形で FC 町田東京というものが出てくるということで、人目に触れる機会っていうのが増えていくことはあるのかなっていうことは確かにあります。で、かつ、まあね、そう、東京っていうのはやっぱり日本の主要都市の中でもやっぱり一番大きい都市で世界にも知られている土地だということで、町田が東京にあるんだよっていうことっていうことで、一つもう一度意識的な部分を解決していこうよっていうことのところっていうのが、まあ、あって東京をつけていくというようなところがございますよねっていう話なんですよね。で、じゃあ、ゼルビアの名前は残せなかったのかっていうところだと思うんですけども、これに関しては、まあ、株式会社ゼルビアという形で、そのクラブではなくて、クラブを運営している経営のところの部分では名前をゼルビアのところは残しているという点。じゃあ、FC 東京ゼルビアとか、ゼルビアを絡めて東京をつけることはできなかったのかっていうところに関しては、町田という地域のブランディングをしたいよ。町田っていう地域を売り出したいよ。地域をそこを貢献したいよっていうところを打ち出しているということで、F 町ですね。F 町という呼び方で愛称をつけていきたいよっていうことを、藤田社長おっしゃられておりました。
ですので、まあ、ここの町田というところを東京に変えるということはまずない。さらに言えば、町田のところから本拠地の部分は出ていかないよっていうこともありますので、町田はつけておきたいということから、ここの土地名を東京で被らせることはできないよっていうことになりました。で、じゃあ、FC 町田ゼルビア東京にはできなかったのかっていうところ、それでもね、F 町になるわけですからね。じゃあなぜそれができないのかっていうと、長いということだったわけですよね。うん。で、まあ、ここのところに関して、一つ、もうその話を進めてしまうならば、北海道コンサドーレ札幌もありますし、岩手グルージャ盛岡もあるわけで、そこを考えると、それが長いということって、で、まあ、解明のところの、その候補に上がってこなかったっていうところっていうのは、一つ、まあ、その、理由付けにはならない。うん、特に、北海道コンサドーレ札幌さんは、非常に今成功されている部類のクラブになってくるはずなんですね。当時の規模から考えると。そう考えると、そこのところへの、その変な話、言い訳というか、その言い分っていうところに関しては、サポーターからも突っ込まれて叱りの部分っていうところが出てきてしまうので、そこに対する答えとして、それが長いという言い方っていうのは非常に、まあ、理にはかなってないのかなっていうふうなところでは一つ感じるところでございます。じゃあ、なぜゼルビアを残さないのか、残せないのかっていうところになってくるんですが、要するに、まあ、内部ではなくて、対外的に、変えました。変化をつけました。大きく変えましたっていう、その、新たな方向性に持っていきましたっていう、その結果というか、その形が欲しい。その形として、チームの名前を変えていくよっていうことを、一つ対外的に示したかったっていうことがおそらくあるっていうことを思っているんですね。個人的にはですけれども。まあ、というのも、まあ、サイバーエージェントさんが、上場企業ということって、まあ、たくさんの株主の方々を抱えております。で、その株主の方々に納得していただかなければ、その方々からいただいているお金っていうのを、町田ゼルビアにお金を落とすことができないんですよ。で、その、このお金を落とすことができないとなってしまうと、サイバーエージェントが町田ゼルビアを助けに出資をするっていう意味がなくなってしまう。ですので、そうなってくると、ここで社長になっている意味もないし、お金も出している意味もない。そうなってくると、撤退をせざるを得なくなってしまうんですね。ですので、そのための、一つの策として大きな変化を加えましたよっていう、その、なんていうんですか、形付けということで、名前を変えに行っているのではないか。これがまず一つ、貸し回りとしての考察というか、考えている部分ということになってまいります。で、じゃあそれはサポーターを向いていないんじゃないか。うん、これは最も近いな部分だと思います。ただし、名前を変えるということに関してはサポーターのところは向いていないけれども、お金を出して、町田ゼルビアというそのクラブ自体、町田東京とこういうこのクラブ自体っていうものを存続させるという意味でお金を出すために名前を変えるんだよっていう風な言い方であれば、サポーターの方を向いているっていう風に言ってもいいのではないかという風に思うっていうのが正直なところなので、まあ、説明のところの部分とか理由付けの部分ですよね。そこのところで少しそのサポーターのところを向いていないんじゃないか、こういう風に思わせてしまっている部分っていうところが、あるというところっていうのが今見えてきている現状の一つのところなのかなという風に思います。はい。で、次。まあ、出資による作用ということなんですけれども、はい、今回の要するにそのサイバーエージェントさんがなぜ町田ゼルビアっていうところに出資をすることを決めたのかっていうところの部分の話になっていくと思われます。はい。で、まず一つはこの命のつなぎ方というところなんですけれども、要するに町田ゼルビアさんがお金がない。このままではクラブがいずれ消滅してしまうっていうところの中の観点から、いろんなところの企業さんに声をかけていって、その中で、藤田社長が町田に滞在していたことがありますよ。住んでいたことがありましたよ。大学の時にありましたよ。そこのところの縁から、まあ、そのサイバーエージェントさんが町田ゼルビアにお金を出資するという流れになっているということなわけですよね。で、そこのところで、要するに、町田ゼルビアは自分たちの命をつなぐために、このサイバーエージェントさんに助けを求めたっていう状況にあるわけです。で、
まあ、そこの中に、要するに、この FC 町田東京へっていう名前に変えたりとか、そういう対外的な、そのアピールをしないと出資できないかもしれない。だからこういう条項を契約の中に盛り込ませてくださいねっていう話をしているとして、まあこれはあくまで貸し回りの先ほどのね、その、そういう名前を変えなければならないっていうのは予想ですよ。もちろん。なんですけど、もしそういう中での可能性として、話をしているのであれば、町田ゼルビアさんとしては、経営陣としてはそれを甘んじて受け入れなければ、クラブを残すことができないんですよ。なので、そこのところの部分で、おそらく、その、まあ、名前を変える出資による作用というところがあった。要するに、町田ゼルビアさんには選択権がなかったんですね。それしか。自分たちの命をつなぐために。なので、これを、その、いわゆる、鹿島アントラーズのメルカリ問題と、まあ、問題じゃないんだけど、メルカリのところと、一緒にして考えてはいけないわけなんですよ。クラブの状況が違うのって、その、例えば、まあ、ここで一緒にしてしまっていいのかどうなのか、まあ、一応ね、このチャンネル自体が鹿島アントラーズのそのチャンネルなので、そこのところについても話はしておかなければならないと思うので、話をしてはいくんですけれども、町田ゼルビアさんは自分たちの命をつなぐためにこの選択を取らざるを得なかったっていう状況。これに対して、鹿島アントラーズは、要するに、もうちょっと、今の状況だと、そのね、採択とかの、その事業的な採択とかのスピード感が遅くなってしまうようだとか、世の中の流れのところを考えていくと、その、まあ、まあ、なんて言うんですか、B2B とかっていう言葉とかもよく使われてましたけど、A2 じゃないよ、B2B とかね、そういう言葉も使われてましたけど、要するに、その、企業と企業しか繋げない、そういうようなところっていうところで、要するにサッカークラブっていうのは、お客様商売なので、そこのところのサービスの部分っていうところをどういうふうにしていこうかっていうふうにこれから考えていく中で、そういうことをやっている事業の方に親会社になってもらって、株主になってもらった方が、いろんな物事がスムーズにいくんじゃないかっていうところの流れの中で、出した答えというか、で、まあ、ちょっと今回、その株を売って、親会社を変えていきましょうよ、というような結果になっていったと。で、その中で、はい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 、僕やりますよ、僕やりますよって、いろんな会社がいくつかね、まあ、いろんなというか、いくつかの企業が手を挙げてくださったと。で、その中には、東京移転を条件に100億円出しますよって言ってきてくださった企業もあったということなわけなんですよね。うん。で、その中で、今の鹿島の経営理念だったり、やり方だったり、そういったところを理解して、それを守っていくっていうことを、決めてくれたメルカリ様に、譲渡が決まったと。で、それも16億円だよっていうことで、その当初の100億円から16億円に相当大きな開きがあるわけですよね。それでも金額ではなくって、その、理念とか考え方っていうところで、物事を判断する選択権が鹿島アントラーズにはあったんです。で、その中でメルカリ様を選んでいるのって、今このような形で少し、目に見えてね、その発表のタイミングであるだとか、そのメールの送ってきている頻度だとか、そういったもの、SNS の使い方だとか、そういったものっていうのが少しずつ少しずつこう潤滑になってきている様子が、今鹿島サポーターの方々だったらよく見えているのかなっていうふうに思います。うん。で、それは鹿島アントラーズが選べたからですよね。うん。だから、その選んでいく中で、その最も自分たちのやりたいことに合っているところの企業っていうのを選べたから、この結果が今得られているということって、その町田ゼルビアさんのこの問題とはまた大きく変わってくると思うんです。で、じゃあ、もし仮にですよ、鹿島アントラーズが100億円に向かって動いていた、東京アントラーズになってしまった、その場合、じゃあ、どういうリアクションをあなたはしますかって問われた場合、もし鹿島愛にですよ。問われた場合、おそらく鹿島愛はサポーターを辞めることはないです。この発信とか配信とかもおそらく辞めることはないです。その企業がよっぽどのことを言わない限りは。それぐらい、まあ、エンブレムだとか、ユニフォームの色だとかまで変えられてしまうとまた、しんどくはなってくるでしょうし、まあ、もちろんね、町田ゼルビアさんもエンブレム変わるんで、
その辺についても少しは、まあまあ思うところはあります。まあこの後話しますけどね。とかっていうこととかもあるんで、その辺のところっていうのはなかなか、その、当事者になってみないと理解することは難しいのかもしれないですけれども、もし仮に貸し回りは東京アントラーズになってしまったとしても、愛すべきクラブが残ってくれる。もしそれが仮にですよ。ただお金のためだけに行ってしまったんだったらおそらく批判はする。ものすごい。怒ると思う。ふざけんなって言うとは思うけれども、心のクラブは変えられないんで、そこは応援し続けることは応援し続けるとは思います。怒るとは思う。正直。お金のためだけだったらね。だけれども、このような状況で、例えば、命を繋がなければならない。もう、カシマンドラーズどうにもならない。その100億円がなければ、カシマンドラーズがなくなってしまう。そうなってしまった時に、そういう提示があって、そういう動きがあってってなった時に、自分自身がそれを否定できるのかどうかって言われると、否定をする自信は正直ないです。鹿島アントラーズ、もちろん東京アントラーズに名前が変わってしまうし、アントラーズなんだけれども、そのアントラーズ自体を愛してることには変わりないし、その、どうしても生きるためにお金が必要でそれに手を出しましたってなってしまったんだったら、そのクラブが今後、もしうまくいかなくなって J2 に落ちようが、J3 に落ちてしまったとしても、それは、貸し回りは愛し続けるっていう風に思います。うん。地元に、松本山雅がありますけど、もし仮に松本山雅が J1 にずっと居続けて、鹿島アントラーズが東京アントラーズになってうまくならなくて東京アントラーズが J3 にいたとしても、鹿島愛は東京アントラーズを愛し続けると思います。うん。それが、もし、だからさ、それが命を繋ぐためだったらの話ですよ。鹿島アントラーズは幸い、その、選ぶことができて、自分たちの行く末にサポートしてくれる企業を選べたからこそ、今、安心して物事を見ていられるよっていう状況であるっていうことがあるので、この町田ゼルビアの問題と並べて比較して話をすることっていうのは、ちょっとその、比較対象が違うんじゃないのかなっていうようなところのお話になってくるっていう、まあ話ですね。うん。っていうところ、ちょっと長くなりましたけど、そのくだり。うん。っていうところになってくると思われます。ですので、一つその、理解していただきたいっていうのは、町田ゼルビアは自分たちの命を、クラブの命をつなぐために、この決断をしなければならなかったっていうところに関しては、少し理解は示していかなければならない部分なのかなというふうに個人的には思うところでございます。はい。で、まあ、リブランディングっていうところの話がよく出てたんですけれども、まあ、要するに今までのところで、まあ、町田東京にすることによって、まあ、東京の1470万人、そこのところの人口のところに、要するに、まあ、名前を残すことによって、この東京というものをつけることによって、その1470万人の人口のところに、まあ、商品券を置けると、商標権を置けると、証券を置けるというところに、まあ、持っていくよっていうことによる、その作用というリブランディングのところにまず一つなっていくことと、東京という世界的に売れている地名っていうところを使うことによって、世界発信をしていきますよ。まあ、それによって、まあ、その解明だとか、世界発信だとかっていうところを軸に、サポーターの数を増やすことによって、スポンサーをつけて、そのスポンサーのところからお金をいただいて、クラブの命を存続し、強くして、行くことによって、まあ、そのね、図では、まあ、2024年に J1 優勝して、2025年に ACL 優勝しますよ、なんていうふうに書いてありましたけど、まあ、藤田社長本人が、あまりそこのところについて強調してらっしゃらなかったですよね。要するに、あの図っていうのはサポーター向けに見せたものではなくって、さっきも言った対外的な部分なんですよ。株主の皆様に見せるための図なわけで、あれはもちろん誇張してあると思います。そういう目標を立てていて、そういう可能性のあるクラブだから出資のしがいがあって出資をする意味があるんだよ。だからここにお金を出すんだよっていう風に見せるための画像だと思うんですよ、あの画像はね。な、本人はおそらく藤田社長本人はそこに25年に行きつけるとは思っていないはずです、おそらく。
うん。もちろん、そうやって言った方がロマンもあるし、そのプレゼンとしてはやっぱりでかいことドカンってやっておかないと、対外的に株主の方々は納得していただけないんで、そういった意味での画像をあそこで出したと思うんですね。なので、まぁ、ちょっとあれは誇張だと思いますけど、個人的には、やりすぎなんじゃないかと思いますし、まぁ、そこの先にいるクラブを見てみろ。川崎もいるよ。横浜もいるよ。と、FC 東京もいるよ。鹿島アントラーズもいるよ。これからきっとガンバ大阪や浦和レッズやお金持ちのクラブがそこを阻止しに行くよっていう風に思うので、なかなか難しいことだと思います、正直。これから神戸だって金銭力を使ってもっともっと、これから上がってくるでしょうしね。名古屋も黙ってないはずです。お金持ちなんでね。だから、そういったところも含めて、なかなかその辺のところの強さっていうところのリブランディングっていうのはおそらく難しいです。なので、要するに、スポンサーに向けて話をするのであれば、これだけの証券をうちは持ってるんだよっていうことを示さなきゃいけない。これだけの証券っていうのは、1470万人の東京の都民だよっていう証券を、その証券を示さなきゃいけないがために、この東京にしなければならないんだよ。っていうところっていうところに、一つ作用してくる部分。で、東京をつければさらに世界発信もできるんだよ。アジアに出ることができるんだよ。アジアに行けば中国だったりそういう大きい市場がまた見えてくるんだよっていうことを強調したいというところの流れで、まあ一つこのね、東京っていう名前をつけたいんだよっていうところに一つ話が置いてくるというところになってくるとは思うんですが、ですよ。さっき言ったように、東京って入れたら、検索に何クラブ引っかかるのっていう話なんですよ。ね、FC 東京が引っかかる。東京ヴェルディが引っかかる。FC 町田東京が引っかかる。じゃあそうなってきた時に、じゃあ一番最初に入って海外の人が東京って入れてポッて見えるのってどこですか ?FC 東京ですよね。うん。そうなると、東京を入れる意味ってどこにあるの?ね?1470万人を3つのクラブがパイを奪い合っている。そこでどういう意味があるのっていうことになってきてしまう。そこに対して誰も突っ込みを入れていかないのかなって、あのサポーターミーティングの時にね。まあ、あの場で言われて思いついて言うことってのはなかなか難しいとは思いますけどね。もちろん。そこのところにどう突っ込みを入れていくのっていうところなわけですよ。じゃあ、検索の時にどうしていくのか。町田東京。じゃあ町田って土地が知られてないから東京って入れるんでしょね、これじゃ町田の意味ないじゃない。じゃあその時に、ゼルビア、ここの部分が入ってれば、ゼルビア東京って調べてもらうだけで出てきますよね。ゼルビアって入れるだけで検索で入ってきますよね。で、ゼルビアは英語にできますよね。英語表記にもできますよね。カタカナだから難しいとかじゃなくて。検索の、この数が多ければ多いほど Google に引っかかるわけですよね。それを考えているのかどうなのかっていうところっていうのは一つ気になっているところ。また、東京ってカタカナで入れるかい?日本人が。外国人がさらに東京ってカタカナで入れるかい?っていうところに繋がってくると思うんですよ。なんで、カシマーリはツイッターで、じゃあ東京入れるんだったら東京ってローマ字で入れればいいじゃんなんて安易にこう呟いてるんですけれども、リブランディングで世界発信って言うんだったら、そういう形っていうのも一つ可能性としてあるんじゃないのっていうふうに思うんですよ。その周知してもらうためにいろいろな物事っていうのがあるんで、その辺のところっていうのは難しいとは思うんですけれども、ただ安易にこの名前に名称に変えることだけがリブランディングなのか、その辺は大丈夫なのかっていうふうには正直思います。名前を変えた後にどれだけの人に興味を持ってもらえるかっていうところに、新規のサポーターを取りたいって言ってるのに、そこを向いているのかどうなのかっていうところの戦略性に関しては正直、まあ疑問に思うところではありますね。ただし、町田が東京だよっていうことは一発でわかる。うん。で、まあこれに関して言うと、鹿島アリは、まあ町田に住んでたことがあるので、すごく町田って好きな町です。未だに友達もいるんで、ちょくちょく行ったりもして遊びに行ったりもしています。で、まあもちろん、いろんなところの立地条件からなかなか難しい土地であることっていうのもわかってます。で、うん、まあその中で町田がやっぱり神奈川だよって地元の人たちも自虐的に言うわけですよ。で、その中でじゃあ東京っていうイメージ付けをどうしていくの?
町田は町田だっていう人たちがいる中で、東京っていうイメージ付けをどうしていくのっていうところっていうのは今後考えていかなければならない材料ですし、町田の人たちを納得させるためには、この東京って付ける意味っていうのをもっともっとしっかりと、位置付けていかなければ話にならないのかなっていうふうには個人的には思っている次第でございます。はい。で、まあ最後。今後どうなっていくんだろうね。まあ、戦略的な視点でどこにあるんだろうねっていうところに一つ話を持っていけると思うんですけど、はい。まず、一つ言えるのは、個人的、これはもう完全に妄想です。ここから先はもしかしたら妄想です。なので、まあ、聞き流していただいても構わないんですけど、まず、この FC 町田東京っていう名前が漏洩しましたよね、ネットに。商標登録の関係で。漏洩しましたよね。あそこから実は、藤田社長の戦略だったんじゃないかと思うんですよ。個人的には。あれを漏洩させること自体が目的だったんじゃないのかっていうふうに個人的には思ってるんですね。先に発表するよりも、漏洩させてしまって、サポーターが一回そこで騒ぐ。J リーグのを好きな人たちが一回そこで騒ぐという一つ目の炎上をそこで起こす。そして今回、ミーティングを行いました。ここで二つ目の炎上を起こしました。要するに、このミーティング自体、このミーティングになるよっていうこと自体を、ここの第一回目の炎上みたいなところで、燃え上がったところ、火が燃え上がったところで位置づけて、このミーティング自体にまず注目を集めることができたんですよ。で、そのミーティングに注目を集めることができたからこそ今回これだけの火になって燃え上がってるわけですよね、サポーターズミーティングが。ここまで含めて、もし仮に藤田社長陣営の、その戦略であるのであれば、この2回の、たった2回の炎上で、この町田ゼルビアっていう名前がどれだけ売れたかってことなんですよ。どれだけの人数の人が、どれだけの人たちが、どれだけの J リーグのサポーターが、どれだけの日本のサッカーの好きな人たちが、この町田ゼルビアっていう名前を目にしたか、覚えたか。ここが一つ大きい点だと思います。なので、おそらくあのミーティングの時に、藤田社長最後に、この名前の改名について反対の人は手を挙げてください。って言った時に、半々になりましたよね。あれって多分驚きだったと思うんです。考えてなかったと思うんです、おそらく。もっと反対派が多くて、もっと火が炎上するんじゃないのかって思ってたと思うんです、個人的には。それの方が藤田社長陣営からしたら、要するに話題性になるから、それが。戦略的に、それの方が美味しいんですよ。だからそっちの方の美味しいところに持っていけ、あれちょっと違う、感触が違うって思ったんじゃないのかなって個人的には思っております。もうちょっと賛成派が少ないんじゃないかなって思ってたんじゃないかなっていうふうに思います。正直ね。うん。なので、そこのところでは、その第二の矢っていうところが思った以上に燃え上がらないんじゃないのかっていうところについて、もしかしたら少し危惧してるかもしれない。っていうのが、まあ、貸し回り的なね。完全な貸し回り的な印象ですけど、少し思っているところでございます。なので、次の第3の矢っていうところにどういう風に持っていくのかっていうところの予想っていうところについては、なかなか判断が難しいところだとは思うんです。ただし、あの結果を受けた以上、例えばあれが賛成派が多数でこれだけ燃え上がったゼルビアの名前が売れた。じゃあ町田ゼルビアのまんまで行こうっていうことが、することによって、サポーターに歩み寄りましたよとかっていうことができて、藤田社長バーンって、藤田社長ありがとうバーンってなって、サポーターがボーンってなる展開っていうのも一つ予想はしてたんですけれども、あれだけ賛成派の人たちが半分ぐらいいてしまうとなると、今度これを変えるに変えられない状況っていうのも出てくるわけです。あれ、要するに、で、今燃え上がっているのはどちらかといえば、解明することに反対の方が燃え上がってて、こっちの、その賛成してくれた側の人たちの立場がなくなってしまう。これが、もし解明をしなかったら、その立場の、その名前を解明に賛成の人たちが、今度こっちの人たちから、潰されてしまう可能性が出てきてしまったわけですね。サポーターの中でそういう分裂を起こすっていう可能性が出てきてしまった。
こうなってくると、この名前をこちらの方のベクトルに変えることがおそらくできなくなってると思うんですよ。この今回の件を受けて。なので第3回のサポーターズミーティングでは、この辺の、要するにここら辺のところで名前がその変えることによって、必要だったっていうところの足りなかった理由付けっていうのを、まあおそらくここクラブの命っていう言葉というか、まあクラブの存続っていうところっていうのをベースに、おそらくここのところの解明というところへの肯定っていうところに、今後持っていく話になっていくのではないかなというところが、まあ一つの落としどころというか、まあ具体的なおそらく金額をある程度提示して、まあ要するに2024年 J1 優勝、2025年 ACL 優勝っていうところを一応画像として掲げてましたのって、まあ、ここのところにどれだけのお金が必要だよね。で、これだけのお金をこの時までに出すようにします。出資するように我々は今3段を立てています。そのために株主にその説明をする必要があるんですよっていうことを言っていく。で、これだけのお金があればゼルビアの命は繋がれます。そして強くなれますっていうところにまで、言っていく。で、強くならなければ出資する意味がないので、株主の人たちを、納得させることができないから強くならなければならない。だからお金をどんどん増やしていかなければならない。だからそのためにリブランディングや東京っていうところの名前をつける、改名をする、世界発信をして、サポーターの数を増やす、スポンサーの数を増やす。ここのところに話を持っていかなければならないんです。だから、分かってください。理解してください。っていうところへの発想の話に今後発展していくのではないのかなと。いうところが、まあ、個人的な貸し回りの見解でございます。まあ、おそらくそういったところに、今後話はなっていくんじゃないかなというふうに思いますね。うん。じゃあ、最終的な結論として、貸し回りは、この解明について賛成かどうなのかって思ってる方々おそらくいらっしゃると思います。で、まあ、この口ぶりであれば、どちらかといえば賛成なんじゃないのっていうふうに思ってると思うんですけど、どっちでもないっていうのが正直なところです。当事者じゃないんで、正直。どういう風に言っていいかわかんないです、解明については。ただ、一つ言えるのは、町田ゼルビアっていうクラブが存続してくれるのであれば、どちらでも構わないと思います。まあ我々、その J リーグのサポーター、古くからのサポーターっていうのは、横浜フリューゲルスっていう強いクラブがあったことを覚えています。もうおそらく、そのフリューゲルスがあったよっていうこと自体を知らない方々がサッカーを見ている時代に今なってきてると思うんですね。だけれどもクラブが消滅するっていう経緯を我々は知ってるんですよね。だからあんなちょっととその愛するものがなくなるっていう悲しい思いをする人が出てきてほしくない。これが貸し回りの答えです。うん、一番はそれです。だから名前が変わってしまっても今までのような牧歌的な雰囲気ではないスタジアムができたとしても、それでも、その愛するクラブが残っていてくれることが一番なんじゃないのかなっていうのが、外部の、から見ている人間の、一人のサッカーファンの答えです。うん。これがどういう方向に持っていくかは分かりません。もしかしたら町田ゼルビアっていう名前を残したまんま出資ができるようになる。それもあるかもしれない。なんなら、6万人っていう鹿島市の人口でやっている鹿島アントラーズがあれだけのクラブになっているんだから、41万人の人口を持っている町田市があそこになれないわけがない。もっと内側に目を向けていこうよっていう売り出し方で町田ゼルビアっていう名前を残してもいいと思うんですよ。そこに訴えかけていく町田ゼルビアにまずなろうよっていう訴えかけで
41万人の証券っていうところを、見出して常にスタジアムを満員にする、何万人のねスタジアムを作っていく、そこのところを満員にしていくためにこの41万人に訴えかけていく、そこからそういった町田の部分で物事を作っていくんだよっていう訴えかけっていうのもできると思います。で、藤田社長自身も大学時代に町田にいるわけじゃないですか。町田って証券はその大学がたくさんある。じゃあ今いろんな経営者のところに声をかけて、町田ね、大学の時にその町田で過ごした人たちの集合体での経営者でスポンサーをやって、じゃあ町田を強くそのにお金を出していこうよ、町田を存続させていこうよっていうことだってできると思うんですよ。ただしそれが上場企業サイバーエージェントであるがゆえに、世界発信であるだとか東京都っていう証券に話をしなければならないっていう状況になっているっていうことなわけで、クラブの命をつなぎたいって思っている気持ちは一緒なんだと思うんですね。だからあとはそこのクラブのあり方のところのそのすり合わせだとか、そういったところになってくるんだと思います。うん。だからクラブを愛してる気持ちはきっと同じだと思う。なので、どこかどうかで必ず落としどころっていうのはできてくるんでしょうし、この問題っていうのも、この一つのね、形として、また10年後に、町田ゼルビアなのか、FC 町田東京なのか、わかりませんけれども、そのクラブがタイトルを取った時に、あの時、あんなことあったよねって、笑い話になる落としどころをぜひとも見つけてほしいなというふうに願うばかりです。うん。クラブの勝ち方っていうのはいろいろあると思います。だから、サポーターの方々がその J2 ギリギリでもいいだとか、それでも町田ゼルビアっていう名前を残しながら生きていきたい。それが俺たちの勝ち方じゃないのかって、言うのであれば、そこに見合う企業さんを連れてくるべきだったと思いますし、それを経営陣もそう思っているんだったら、それに見合う経営、その新しい出資会社、スポンサー様を探してくるっていうことっていうのが今後の動きになっていくんだと思いますし、さらに強くなりたい、もっともっと上を狙いたい、世界も狙いたいっていうクラブになりたいのであれば、もしかしたらここまで許容しなければならないのかもしれないですし、クラブの勝ち方っていうのは今後多様性の時代になっていきます。鹿島アントラーズみたいにタイトルを取り続けることがクラブの勝ち方だっていうクラブもあるとすれば、地域密着に根ざして、地域の活性化のところにつなげます。町おこし、村おこし、そういうところにもつなげますっていう、地元に本当に密着していく勝ち方っていうのもあると思います。なので、今一度そのサポー、今町田ゼルビアのサポーターの方々に突きつけられている問題っていうのは、自分たちが思う、そのクラブ、今の私たちが愛しているクラブの勝ち方って何なんだろうっていうところだと思います。だからそれを、選んだ道を、他のクラブの人たちが否定することっていうのはしてはいけないと思いますし、それはする必要がないことだと思いますし、それが町田ゼルビアとしての勝ち方だと思うんで、まあ、そこはね、また行く末を、見ていきたいなというふうに思います。私自身ね、先ほど思いましたけど、町田市に住んでたことがございます。で、今住んでいる地元、以外での土地で住んだことがあるのが町田しかないんですよ。なので、そういった意味ではすごく好きな土地です。あの町田ゼルビアの試合も、そのまだ J リーグに上がる前ですね。本田康と GM の時代ですよ。あの時代にあの山を登って見に行ったことも何回もあります。なので、好きなクラブの一つです。だからこそ、今後、町田ゼルビアというクラブがどういったところへ舵を切っていくのかというところに関してはすごく興味がありますし、今後も見守っていきたいなとすごく思うところでございます。ちょっとね、タサポが何言ってんだっていう批判もしかりだと思いますし、
まあ、そういった声もあると思いますけど、まあ、そのね、好きなクラブの一つだからこそ、看過できない、なんかその、見過ごせないというか、いう問題だったんで、まあ、ちょっと今回こういった形で、まあ、動画にさせていただきました。ちょっとね、だいぶ長くなってしまって大変申し訳ないんですけれども、最後まで見ていただいた方々、本当にありがとうございました。まあ、今後もね、少し、この問題については追って見ていきたいな、というふうに思います。はい。といったところで今回は終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。